シャルル・ポール・ランドン、ダイダロスとイカロス・アランソン、美術とレースの美術館所蔵ダイダロスは、ギリシア神話に登場する有名な大工、交渉、職人、発明家である。斧、重り、水準器、心臓などを発明したとされる。メーティオンの子エウパラモスとアルキッペイの息子、ペルディクスの兄弟。クレータ島のオーミーノースの女ドレーナークラテイトの間に、イーカロスを設けた。 アテー内で人気を集めていたが、ペルディクスの息子で弟子のタロースがノコギリを発明すると、その才能を恐れて彼を殺したためにアテー内を追放された。別の説によると、タロースの親であるペルディクスがコンパスを発明したため、それをソネでペルディクスをアクロポリスから突き落として殺した。そのペルディクスはアテーナーによって山うずらいと変身した。 ダイダロスはその罰で、アテーナーによって、右肩に、山うずらの姿に似た傷跡をつけられ、アテーナイを追放された。その後、クレータ島に逃げて、ミーノース王の保護のもと、様々な発明品を作った。ミーノース王の海軍に必要不可欠な軍船の、マストと法を考案したとされる。ホメーロスによれば、王女アリアドネーのために武道場も建造した。また、 王ヒッパー失敗へのための目打ちの模型や、その子ミーノータウロスを封じるための迷宮を作った。王女、アリアドネーに糸玉を用いて、英雄テイセウスが迷宮を脱出する方法を教えた、ことから、ミーノース王の怒りを買い、モーラビューリントスの秘密を漏らすことのないように、息子イーカロスと共に塔に遊兵される。ダイダロスとイーカロスは、人工の翼を作りそこから逃亡を図るが、 その途中で、イーカロスは、太陽に接近しすぎて、翼の蜜蝋が溶け墜落死してしまう。人工の翼は、太陽に近づきすぎると溶け、海面に近づきすぎると湿気にやられてしまうのであった。その後、ダイダロスは、シケリアまで飛翔し、カミイコスの王コーカロスのもとに身を寄せたとされる。ミーノース王は逃げたダイダロスを捕まえるため、各国を放浪した。彼は、伊藤、 巻き貝の中に通したいんだが、どうすればよいかと尋ねて回った。ついに紙イコスまでたどり着いた時、ミーノース王は、コーカロスに同じ質問をした。コーカロスはダイダロスなら、良い方法を思いつくのではないかと、ダイダロスを連れてきた。ダイダロスはアリに糸をくくりつけ、蜂蜜で誘導し、見事巻き貝の中に糸を通すことに成功した。これで、ミーノース王は、 コーカロスの連れてきた男がダイダロスであることを知り、引き渡しを要求した。しかし、ダイダロスを渡したくなかったコーカロスは、ミーノース王に先に風呂に入ることを勧めた。ミーノース王が風呂に入っている間、コーカロスの娘たちが彼を殺した。遺説では、ダイダロスが熱湯をかけて殺したとされる。ダイダロスは、ホメーロスのイーリアスにその名が出ており、 その隠由的な登場の仕方から、当時すでに聴衆はダイダロスの神話を知っていたものと思われる。つまり、ダイダロス神話は極めて古いものであると想定される。また、青銅器時代における、クレータ島やギリシア本土の初期ある回復的、彫刻作品は、ホメーロス時代にはダイダラと呼ばれていた。彼の出自は、ミノア文明に遡る。 とりわけ青銅器時代後期のクノッソスと関係が古く、その周辺で発掘されたヒブンダダリ城で、A, イントゥザ・デデ Dede l は、クノッソスと関連のあるものとされるが、そこにダイダロスの語源を乱すことができる。ザ・デデイライオンの意味は不明だが、ダイダロスという名前は、デデイライオンから二次的に名付けられたものである。ダイダロスはもともとクレタ島の発明家だったが、アテナイの流に伴い、 出身をアテー内に変更した神話がルフしたとされる。アポロドーロス、3巻十15.8。アポロドーロス、適用1.12。オイディウス、変身物語、ハット系クレニーヒギーヌス、神話集39。ありがとうございます。